はじめはバッと獲物を見つけたらじわりとですね。だな、俺はシャッと言ってグワーンと追い詰めるようにしてる。それは一人前の証拠ですね。うちの父はシャキーンと出発してシュワッと買ってました。二人とも何を言ってるんだ。わからないんですか、ベルトルト。狩りのジュバッて動きは立体軌道にも応用できますよ。俺は罠を仕掛ける時のスパンって動きを応用している。天才の俺ならではだろ。ガキども、面白そうな話をしてるじゃねえか。俺にも教えてもらおうか。あ、リヴァイ兵長。ですね、まず狩りの基本は、そう、身のこなしです。立体軌道のように動いてはいけません。特にジュバって動きは厳禁です。そうです、戦場と違って罠を仕掛けるときはスパンってしちゃいけないんですよ。さっきと言ってることが真逆じゃないか。お前らふざけてるのか。